とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの完全攻略、やっていきたいと思います。今回、序盤が結構難しいです。終盤にかけて、ちょっと難しさは和らぐんだけども、まあ、とにかく序盤が難しい。それを、説明しながらやっていきますね。では、スタート。まず、最初。弓に、アイテムボーナスを1入れておいてください。これでね、アイテムが出る確率が増えるので、若干なりとも優位に進むことができます。で、ここの下の階段の下。ここはね、すでに開けておいた方がいいです。敵が勝手に落ちてくれる可能性があるので、まあ、可能性ね。うん。なので、一応、あそこはまずは開けておいた方がいいと思います。あとはもう、実力で勝つしかないのよね、ここは。うん、装備も、もう初期のまんまだし、まあ、実力でなんとか勝ってみてください。まあ、敵の攻撃力はそんな高くないので、うん、安全に行く感じで行けば、まあまあまあ、行けるんではないでしょうか。うん、ちょっと安全に行くっていうのがちょっと難しいかもしれないんだけどね。でもまあ、基本を守って、やってみてください。敵のいっぱいいるところにはむやみに突っ込まない。ね、先に進みすぎない。それを、心がけてみてください。まあ、うまいこと敵をね、避けながら行くといけるかなというところです。では、1回クリアです。報酬でクレイモアですね。これがおすすめです。持って行ってください。で、入りましたら、エンチャント、エーリですね。攻撃力が11% か ?10%? まあ、それぐらい上がりますので、単純火力が上がります。で、まず、俺のおすすめは、こっちだね。一番奥までは進まずに、こっちの手前で戦ってください。そうすると、まあまあ、安全ですね。で、こっち側にも敵が、2体湧くか。で、ラビちゃんが湧くので、こいつをまず倒しちゃいましょう。まあ、落とされることもあるかもしれないんだけども、落とされてもこっち側から戦えば、もう安全なのでね、大丈夫かと思います。はい。で、アイテムボーナスが入ってるので、たまに今みたいに、アイテムが落ちます。それがなかなかお得になることがあるんだよね。うん、まあ、TNT じゃなしにしても他の装備が、装備じゃないアイテムが出ることがあるので結構お得になります。では2回クリアでーす。報酬でコグクロスボウを持っていってください。はい。で、あー、ちょっと待ってね。今日平日だぞ。平日なんだけどな。まあいいや。追い打ちを入れていきましょう。社会人の人なのかな。で、ここですけども、弓を多めに使っていくと、倒しやすいと思います。コグクロスボウ。うん。敵のね、ダメージがこう結構高いのよ。威力が。なので、コグクロスボウを使って、数を減らしていくと、いい感じかな。うん、危なくなったら避けて、遠くからね、クロスボウを打てばいいですね。はい。おしまいです。まあ、3回、もう本当、近接にね、こだわらずに、どんどん弓打っていってください。うん、矢は、多分、うん、ある程度使っても、最後まで、足りると思います。で、報酬でドラですね。持っていってください。では行きましょう。あ、で、ここに入りましたらば、エーリの2ですねを入れましょう。行きます。で、ここがね、初見殺しなのよね。ここで戦っちゃダメです。必ず後ろに下がって戦うようにしてください。じゃないと、まあやられると思う。やばい。はいはい。基本的に、よし。この手前、もしくは、こっち側ね、こっち。危ない。
うなると結構やばいな。でも、まあ、距離を取りながらね、うまく誘惑をしてから戦うようにしてください。ほんとね、突っ込んでいったら絶対無理。うん。速攻やられてしまうと思うので、必ず突っ込まずに、手前。まあ、ここに逃げ込んでもいいし、まあ、ここら辺で戦うのがベストかな。うん。敵と距離を空けながら戦うようにしてみてください。では、4回クリアです。マルチで行った時とかね、あそこ、えぐいもんね。本当に。とんでもない、数出てくるんで。で、プレートアーマー、取っていってください。で、プレートアーマーに、これ、雪玉。これをつけましょう。で、ここがね、結構、きついです。まあ、とにかく、レイス、そして、マグマキューブか。あいつらを、うまく、早く倒すようにしてください。矢はもうどんどん使っていっていいです。よし。ここでね、矢をケチったりすると、本当に、やられることが多いので、もう矢はケチらずに、マグマキューブはとにかく早めに倒す。こいつの火力がもうすごいんでね。こいつの火力がすごいんで、まずはマグマキューブを、重点的に狙うといいかもしれません。あ、あとね、このレイスね。レイスがいると、危ない。動きがものすごく制限されてしまいます。よし。はい、終わり。あれ、まだいる？あはは、いたいた。はい、終わりでーす。まあ、レイスとマグマキューブ、あれに注意ですね。うん。マグマキューブには、まあ、むやみに近づかずに、まあ、距離を取ってね、弓で戦ったりするといいかもしれません。攻撃力がとにかく高い。はい。で、ここで、これ、両刃斧の、変えてください。で、エンチャント入れていきましょう。弱体化ですね。弱体化を2。そして、雪玉を2にしていってください。弱体化が結構重要です。敵のダメージが、30% かな？レベル2で、下がってしまうので、ものすごくお得です。うん。火力よりも、耐久力を取っていった方が、今回のパワーは戦いやすいかなと思いますね。とにかく敵のね、攻撃力が結構えぐいところあるので、よし。OK。で、無理せずに、ギリギリじゃなくていいので、ポーションはしっかりね、使っていきましょう。うん。ギリギリになって、あ、ちょっと間に合わなかったなっていうことも、多々あると思いますので、あまり無理せずに、ガシガシ使っていきましょう。危なくなったらね、まあ、逃げ回ったりするっていうのも、一つの手ですので、いいと思います。ここ何もいりません。ステイですね。で、商人で、防具を強化します。今回ね、プレートアーマーを強化して、フルメタル。これを最後まで使っていきますので、このフルメタルをつけてください。では、次行きましょう。8階に入りましたらば、フルメタルの雪玉を3にしてください。この雪玉3がね、とにかく強いのよ。1秒間に、1回雪を打って、それで足止めができるので、いいです。で、ここ、クリーパー多いです。うん、まあ、ちょっと今失敗したけど、基本的にはクリーパーは、こういう風に安全に処理していってください。ドン。ドン。OK。で、ちょうどクリーパーがいなくなるタイミングでね、息継ぎができるようになると思うので、そのタイミングでうまく動いてみてくださいね。OK。あと少し。終わり。よし。はい、8回クリアでーす。まあ、クリーパーの、処理の仕方が分かれば大丈夫だと思います。近づきすぎず、離れすぎずですね。
で、エリクサーのカバン、ここ取っていきましょう。はい。んで、ボスですね。いきまーす。あ、で、ここ。マルチショット、1入れてください。基本的にね、ここは弓で戦っていきます。ナイス。力のポーションが出ると、ラッキーです。基本的に弓。近接ではあまり相手にしない方がいいですね、うん、基本的に弓で戦っていく。まあもったいないなという人はちょっと近づいていってもいいけども、結構攻撃力が高いので注意した方がいいですね。あ、固まった。おーいもったいない。よし、終わりか。はい、あと一発ですね。はい、おしまーい。うん、ああお前がいたのか。球体でーす。まあとにかく、うん、弓で戦うと間違いないのでやってみてください。はい、では次でーす。まあ、ここも結構敵の砲撃力高いです。結構高いなので、まあ影のブリを出ると緊急回避になっていいですね。基本的に、指で牽制しながら近寄ってきたやつを、近接で叩く感じですね。で、回復アイテムがこれものすごい出ます。肉がとにかく出る。なので、まあうんうん、その肉の近くで戦って危なくなったらゴリッと取って回復する。こんな感じで大丈夫でしょう。まあある程度気をつけて戦えば問題はないと思うんですけど、どうでしょうか。はい、これでおしまいでーす。あ、まだいた。はい、10回クリアです。もう少しで、ここの報酬何もいりません。ステイですね。んで、ここでフルメタルを上げます。95ですね。これで最後まで使っていけると思います。お、平日なんだけどね平日なんだけどね。休みとかそうなのか。はい、で基本的にお誘いもらっても入りません。うん、こっちに入ってもらわないと、マルチプレイはできないと思いますので、よろしくお願いします。基本的にはお誘いには応じません。で、ここは、クリーパーと、エンチャンターだけのところですね。まあ、とにかくクリーパーをうまいこと処理してください。うん、じゃあんでね、このね、エンチャンターがね結構鬱陶しいんだよね。OK。でも、この処理できる距離とかね、そういうのが分かっていれば、問題ないと思います。はい。あー。倒そう。はい。で、ここは、処理しましょう。はい。で、あとは、鍵を取ってくるだけ。で、12回。もう少しか。うん。もうここら辺ぐらいまで来ると、結構楽になってくると思います。ほんと序盤がね、難しいんで。うん。後半は意外と、良心的かな。はい。弓を取っていきます。乱射のクロスボウです。この辺から、近接よりも、弓の方が攻撃力が上がってます。なので、弓を、結構多めに使っていきますね。マルチショット2です。で、箱がね、12回、13回と、ありますので、必ず取ってください。この、矢の数があれば、最後まで持つことができます。まあ、取らなくても持つことはあるんだけどね。戦い方は、もう一緒です。
も通り落ち着いて戦っていく。ただそれだけですね。はい、どうだ。あまりにも高威力なやつでいくと死んじゃうんだよね反動ダメージで、うん、なので両刃斧ぐらいがねちょうど良さそう。よし、 OKOK、 いいよ。あー、息継ぎできねえな。息継ぎがねできないとちょっと嫌なんだよね。うまくいけばあとターンでいけそうな気がするけども厳しいか。あー、パワーポーション出なかった。じゃあもうちょっとあるね。固まった。いや、いけるか。無理か。うーん、若干持たなかったね。はい、うん、たまに変な動きするよね。ああ、エルダーガーディアン生み出したのね。でもいいです。おーい、おーい、ちょっと待て待て待て。おかしい、おかしい。ちょっと待って、今の、行動がおかしい、今の。無敵のまんまそう怒られてもたまらんよ。びっくりした。まあ、たまにあるんだろうね。ここ、報酬、いりません。はい。んで、ここですけども基本的に弓で戦います、うん、まあ最初のねこの敵がね出てくる場所まではこの花がいるんでここは近接で行くんだけども上のね敵が出だしたら基本的に近接は少なめで弓で戦っていきます。ちょっと近接のダメージがねもう減ってきてるので近接だけで戦うのは結構リスキーです。うん、なので弓で戦っていきましょう。もう今回あんまり矢はそんな使わないんでね、うん、あんま使わないのでもうどんどん使っていってください。リッチが多めなのでちょっと面倒くさいんですよね。普通に戦うと足止め食らったりするので。OK、はい、もう全然弓の方が速い。火力が違うよね。よしで、とりあえずここら辺は OK。 あとは下と上ですね。ちょいちょい平日なんだけどね。うん、よし、多分社会人の人とかもしくは今なんか受験とかであれか、学校が休みになったりするのかな。そうね、受験シーズンだな今。そうだわ。はい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 。まあまあ後でちょっとねマルチでやろうかなと思います。はい、14回クリアです。基本弓ですね。注意していってください。でここ森の矢筒取っていってください。エリクサーのカバンと交代でいいです。森の矢筒をつけましょう。で、乱射のクロスボウのマルチショットを3ですね。これに行きます。はい、では行きましょう。森の矢筒を装備して下の階にはまだ行きません。まずは上、ここで出てくるやつを全部まずは倒します。そうすると下に全部敵が湧いてしまうの でそれから、弓を撃って戦っていきます。まずはね、一番上で出てしまうのを待ちましょう、うん、この森の矢筒のね威力がすごいのでこれで一気にいくとだいぶいいですね。よし、出揃いましたね。じゃあ OK、ある程度一発で、減らすことができます。で、そしたらばもうどんどん進んでいきましょう。で、キノコ、はい、なんかラブイって感じかな。 OK、 クリアでーす。もう最初から下に行ってしまうと、また上に戻ったりとか結構めんどくさくなるので、
まあ今の感じでやると俺はいいかなと思います。はい、ここ何もいりません。行きましょう。でここで防具を上げてもいいんだけども、もう防具はね95あれば十分です。近接を俺は上げます。斧ですね、これを上げていきます。はい、では行きましょう。ここが終わるともうボスですね。近接のダメージが上がってるのでガシガシ倒すことが可能です。でこれ上の階にレイスとブレイズかが結構出てきます。でもまあそんなに多くもない。マルチの時は多いけどね。まあ、基本的に弓、そして、近づいて近接ですね。まあまあまあその通りか。森のやつとかで倒すと、まあ場所にもよりますけども、うまいこと、3体とかいっぺんに倒すことができるので、まあ、その場所選びというのをちょっとね考えながらやると面白いですね。よし、面白い。でやられることは多分ないとは思います。マルチの数だったらね、さすがにちょっとやばいなってなる時もあるけども、ソロの時はまあ大丈夫でしょう。はい、17回クリアでーす。ではあとはボスだけとなってます。報酬何もいりません。でね、弓に強打を入れてください。に入ります。意味あるかどうかは分かんないけどね。でも確かダメージ上がった気がするんだよね。で出てきた瞬間にドラを入れて、で弓を連射です。終わり。多分強打の意味はあると思う。多分ですけどね、すいません。では、こんな感じでクリアです。頼む、撮影中にいいやつ出て。あー、まあそうね、心を奪うものはすでに持ってる。あー、使えるね、虚無一使える。輝くローブがね、ポーションバリアもついてる。クールダウンがつけば大当たりだけども、まあつかないでしょう。でもフォーカス系は下にあるな。いや、無謀防護最後の叫びない。マルチロールか。最近マルチロール多いよ。最近マルチロールマジで多い。で、黒斑ね。霊気。はい。全部いらない。なんでもいいや。もう売ればいいし。はい。ということで、今日は新しいタワーの完全攻略やってみました。俺はこんな感じで、クリアしていってます。まあ、うまいこといけば20分以内にクリアすることができるので、今回は周回がしやすいですね。まあ、若干最初が難しいんですけども、慣れれば全然いけると思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。